ゴスペルを、まあ、今のもちょっとゴスペルアレンジなんですけどね、ゴスペルのパスミーノートという、神様私たちの前を通り過ぎていかないでちょうだいよっていう歌を歌いたいと思います。お願いします。Oh, gentle Savior.
ペルをお送りしました。ちょっと失礼してもいいですか。なんかちょっと嬉しかったんですけど、ちょうどあのついたてっていうのかな、2段ぐらいのところで交換にいらしたので、こうやってね入れてくれてたんですね。ずっと嬉しいですね、一緒に入れてくれてね。一番前のかぶりつけられた、ありがとうございます。ありがとう、知らなくて困ってます。次の曲はですね、おそらくゴスペルって言われると一番知名度があるんじゃないかなと思う歌です。あなたのおかげで今まで見えてなかったものが見えるようになったよっていう歌ですね。 Amazing Grace です。もしご存知の方がいたらぜひ一緒に歌っていただいてもいいですよ、嬉しいですよ。自由に楽しんでください。Oh.
ございました。アメージンググレイスをお届けしました。では次の曲がですね、我々ヤンミーの時間の最後の曲になります。今日は本当にありがとうございました。私たちのこの後はですね、ここでメタカの会さんが素敵な踊りを見せてくださるそうですよ。それからその後はクジラの部屋で、言っていいのかな、現役保育士の先生と、一緒に子どもたちが遊べる時間があります。そしてまた今度こちらの場所に戻ってきて、おこととかですね、お三味線とか尺八とかのを使って、みんなが子供がよく知っているような曲を演奏してくださる場があるそうです。引き続きまちちゃんも楽しんでもらえたらと思います。ではヤンミー最後の曲は、これも多分ご存知の方多いと思うんですけれども、 Oh Happy Day というゴスペルをお送りしたいと思います。もしよろしければ手拍子なんかで参加していただけると我々非常に嬉しいですけど、お願いできます？ご存知の方がいたら一緒に歌ってください。では行きましょう。 Oh Happy Day です。今日幸せな時間ありがとうございました。